サグさん、お疲れ様です。なかなかね、FX 年末の最後のひとうねりが来たのかなっていうところですけども、おそらく例年通りだったら、もう少ししたらね、もう動きがなくなっちゃって、ただ見るだけの日々が、最後の週とかにはね、なってくるのかなと思います。いや、FX ってね、だんだんね、クリスマス休暇をはじめとして、うん、投資家さんが休み始めたりとか、ヘッジァンドが終わったりするんですよね。うん。まあでもね、そういうふうに、大きな資金が入らないからこそ、 普段日ののを見ない中型の資金が相場を動くこともありますからねまあしっかりと観察していきましょうでいただいた LINE なんですけども、えー、作事さんなりに雇用統計とか CPI とか PMI とかねご覧になってると思いますでこの分析ってのはあのは非常に難しくってねあの報道機関が何かを発信した時にどういうふうに解釈するかっていう自分の考えとかがすごく大事になってくるんですよで、アナリストさんも いろんな情報分析はするんだけども同じ情報ソースから全く逆の解釈をしたりするんで私たちは混乱しますよねだからなんですよだから誰かの言うことについていけばいいってもんじゃなくていろんな考えを聞く中で自分の考えをその時その時で決断していくその勇気が求められてるんですよねで決断した結果そうじゃない結果とかねロスカットになったりとか思わぬ結果とかっていうのは当然ありますその中でやっと自分の 考え方が編み出されていくんでだからファンダメンタルをやる場合は最初はねやっぱりあのデモトレードになってくるんですよ。これテクニカルと同じです。テクニカルを身につけても最初はデモでやったり奨額でやったりしてだんだん確率が高まっていっていよいよ資金を投げるってことになりますけどもファンダメンタルもね最初はね本当に実力がテクニカルで勝てる実力があってもまたゼロに実力が戻るような感じでテクニカルでは 優秀な成績を収めてもファンダメンメタルではまたなすだしテクニカルでそこそこ利益が取れているとそのそこそこの利益でもってファンダメンタルで勝負することができるんで結局こちらの方で余剰資金を作ってねテクニカルででこっちの方で勝負するっていうことができるのであの手持ちの資金を減らさずにファンダメンタルにはトライできるんですよ。 だからテクニカルをまず最初にマスターして一定の所得を築いてくれと余剰試験を築いてくれっていうことが前の段階であったわけなんですよねでここの足場ができたらファンダメンタルに少しずつトライしていってファンダメンタルも扱えるようになっていけばなっていうところですでファンダメンタルはむちゃくちゃ情報の収集に時間がかかってで誰の言うことを信じていいのか分かんないっていうことになりますけどもそれはね誰かの言うことを信じてそれでうまくいくんだったらこんな楽な話じゃないんですよ。 それぞれのアナリストが適当なことっていうかね、それなりに根拠があることを言うんだけども、でも、情報を取れば取るほど、どっちも取れるっていう風な決断になるんで、えー、自分の勇気を持った決断と行動がすごく大事になってくるんですよね。で、考え方を鍛えるためにファンダメンタルのトレーニングはしていくことになります。で、一定の確率で勝ち越せるようになってきたら、ファンダメンタルが自分のものになったってことなんですよね。この辺はだからテクニカルもあるものとちょっと似てるかなと思います。 ただね、本当にねチャートを見るんじゃなくって情報を読み込むむんででで、すす。よ。ちちゃくちゃく量が多いですでしかも前回の上田総裁の発言もねどっちつかずのことを言うでしょでも市場の関係者とかアナリストとかはなぜかこれから円高になるんだっていう号令をかけるわけですよそうなると市場はそれに反応して円高の方に動くんですけども実際それから円高になるぞっていうふうな 追い打ち報道はなくてどちらかというと中立論とかいやあれの発言は必ずしも円高のこと言ったわけじゃないんじゃないかなみたいな修正論とかが出てきてまたグッとね戻っていくんですよね円安の方向にまあこれはね多分そうだろうなと思ってあの放送の中にもあの触れさせていただいたんですよね、うん、これは別に円高のこと言ったわけじゃねえぞとチャレンジングな年になるみたいなことを言っただけだぞと。 そして情報の管理をしっかりするってことを言ったんで、いや、これのどこがね、円高に行くんだっていうふうに、冷静に考えたんですよ。ただし、本当に心のどっかで、そろそろ、あの、マイナス金利、ゼロ金利をやめて、金利を上げていく方向に行くかもしれないよねっていうのは、やっぱりあります。ただし、まだ今のところ、あのー、 長期金利の上限を1%までにするっていう発言から1%をめどにするっていう風に言い方をちょびっと変えただけで実際に長期金利が1%を超え出したのっていうのは本当に一部の一部の一部なんで相変わらず上田総裁がはっきり言ってるのはあのこのね何、えー、ですかね低金利を粘り強くやっていくということですよね。うん、はい、えー、ということでねここに書いてますけども。 えっと、超中期は円高。これはあり得ると思います。あり得ると思いますけど、まだ始まってません。で、短期は円安。で、短期はまだ円安の方に触れるんですけども、でも150円はもういかないじゃないですかね。というのが、市場の、マーケットのね、投資家さんが150円までに、円安の方向に資金をもう投げることはないと思うんですよ。この辺は噂で動いて、真実で決済するっていうような、あ投資の、 基本原則があると思いますけどもそれが素直に働いてるんじゃないですかやっぱここからねまだまだ円高が済むぞーっていうふうに思って資金を投げる方ってのはさすがに減ると思いますうん多くの方は円高に向かうんじゃないかなっていうふうに考えてるから円安方向に行くような資金の流れっていうのは以前ほどは起こせないと思うんですよつまり150円に行くんじゃないかなっていうふうに思っていても行動に起こせる人は少なくなってきたよねってことだと思います、うん、でそれに加えてもししあるとしたら 年を超えて、上田総裁が本当にですよ。金利を上げていくのかどうかってことと、あとはね、今日のニュースでもあって、あの、放送にも入れさせてもらいましたけども、じゃあね、米金利が金利をこれ以上上げずに下げていく方向にいくかっていうのは、それもまだね、曖昧にわかんないんですよ。金利の上げ方をちょっと抑制していくよって言い方はしましたけども、じゃあ、金利を4%とか3%の方向に行きますよ、みたいなね。それを匂わせるような発言はまだないですからね。 はい、久保さんが言っていた何かの材料など憶測で円高に振れる場合もこの前の口先みたいなもので一気に円高振られるイメージのことでしょうか、えー、とこれはねあの言葉の意味を私が間違えて捉えてなければあのマーケットがどう判断するかそれにあおられて多くの投資家さんがどっちに動くかっていうことがあの市場に反映されることもあるんですよそれが誤解であろうともね。 上田総裁のの発言ってのはまさににそれを如実に示したんじゃなないかなと思います、うん、一気にね多くの方が判断したのが円高に行くぞみたいなところだったんですよねでも実際には「待てよちょっと待てよこれ円高ってことをはっきり言ったわけじゃないよ」っていう考えでグッとねまた6円下がったのが5円戻したみたいな感じになったんじゃないかなと思いますねだからこれもねあのー、通常財務省が口先介入をするものなんですけども日銀がね 口先介入とはいかないんですけども口先解釈ですかねどっちかっていうと上田総裁はそんな発言をねしたわけはないと思うんですようんあの言葉をそう捉えちゃうともうね何言ってるのか分かんなくなっちゃいますけども、うん、とりあえずね円高に生かすぞみたいな明確な発言ではなかったのかなっていうところじゃないですかねはいまあややこしいことになりましたけどもあの私の考えではあの実際はまだ円高 にはならならいいと思いますただし円高になるんじゃないかなっていうふうに考える投資家さんとかが増えちゃうと真実とは逆に円高の方向にに今回みたいに触れるることはあるんじゃないかなと思いますよね,、うん、なんかねその140円とか130円の方向に行ってもおかしくないぞと私もね思いながら、うん、相場解説ずとしてきたんですけどもでもはっきりとしたファンダメンタルで円高に触れるっていう材料はやっぱり整理してみるとまだないんですよ。 あるとしたら投資家さんがそういうふうに思い込んでしまっているってことじゃないですかね。うん、まあ少なくとも150円を超えることはもうないと思いますのであの押し合いへし合いみたいになるんじゃないですかね。うん、145円6円のあたりをうろうろしながら方向性を決めかねているという今日のねあの数字の通りだと思います。<laughs> はい、いじゃああ以上ですね。ありがとうございました。